たって本日にもうすでに3章クリアしようと思いましたんでやっていきたいと思います。よで現在は同勢倒す直前のところでセーブをしております。まあ一度影武者ではあるけれども逆に竜の盾を持っている同勢を倒したんで多分楽勝ではないかなとは思います。ハランクの奴らがこの砦まで攻めてきたのか。くそ。ならば見せしめに捕虜を処刑してやる。弓部隊、牢屋の小娘を処刑せよ。と、処刑が始まります。まあ今のメンバーなら、ここも。処刑が終わるまでに、たどり、ついてどうせ倒すこともできますが、で本来の魔導士のステータスってのはこんなもんです。魔力は高く守備力が低いけど魔法防御が高いで、こちらの作ったチート魔導士がこんなレベルです。魔法防御よりも守備力の低い魔導士が出来上がりました。佐野正樹さんと渡辺京さんが書いてるファイアエムブレムガイデンでは土勢にクリフが殺されるっていう演出がありますけれども、演出というか話となってますけれども、こちら逆にクリフで土勢を倒してしまいましょう、だからなんだっつう話でもない。ちなみにマチルダはもちろんですけれども動かせません。弓部隊でなくても正直ちなみに外伝版のマチルダはこんな顔してます。あと外伝に出てくるリュートですけれども、これファイアーエムブレム暗黒竜と光の剣の箱田真希さんの漫画ではゲストとして出てきています。マリクがマルスと共に旅に出ようって、旅というかアカネイアを再興するための旅に出る前のところでウェンデル先生の同門として描かれています。エルファイアやボルガノンもマスターしているっていう風に書かれていましたけど、外伝にはそんな技は出てきません。ライナロックっていうのが出てきますけれども、お前たちがまさかこれほどできるとはな。だがこの同勢はそう簡単には倒せんぞ。たのはまずかったかな。やばい、死ぬかも。
ルム軍の最終レベルアップ値は正直めちゃくちゃ簡単にできるところが4章から出てきますので、そこでカンストしたりクラスチェンジさせまくるっていうのも手です。弓兵にこちら側に気を反らせたら、まあ、チルドそのものを倒せるようなやつはいないし、ちなみに土勢の本間門のキャラはこれです。見てください、あの第1章での魔法防御20なんてのはどこ吹く風でもう簡単に倒せるレベルになってます。じゃあクリフ君、漫画での敵をどうやりやねん。ああ簡単に倒せた。もう一戦目ルドルフの小さがりにソフィアを売るつもりか。あの裏切れ者め。経験値も半分です。どっちが裏切り者なのやら。アロー、アローも結構ヒットポイントが、使用ヒットポイントがでかくって威力が高いけど、やはり命中率は他のより低い。使い勝手がいいのか悪いのかよくわからん技です。いや、こっちにもう一体いたの忘れてた。クレーデの経験値稼ぎに使わせてもらいましょう。本来ならば魔導士をこんなところに置いとくのは自殺行為なんだけれども、普通の魔導士リザーブ、普通の魔導士ならだけど、アーチャーの攻撃ですら1しかダメージ食らわないようなやつにそんな心配必要ね。
弓の特攻がないのに弓が飛行系を狙ってくるのは名残か。アーマーに対してアーマーの攻撃ですら素早く身をかわす。当たったところでディフェンスが1、ダメージ1しか食らわねえってのはもう分かりきってる。これがチートによって生み出す、チートじゃねえ、村人ループによって生み出された魔導士の力です。回復の床にいるからな、命中率結構低いけれども。外すなよ。そういや、さっきの回復してなかったからな。あ、しまった、リュウトのガードをつけてなかった。アーマーに1回は食らわされる。
もういい加減イカズチの剣もいらないかな。この無形力で外す方も外す方だ。出んなよ、こういう時に限って外してくれちゃうし、ついでに言えばこっちリブロン持ってないからな。やばいな、早速大ピンチ。一発食らったら終わりだもんな。待ってよ、もう一発攻撃できるところにいたのはこれしかなかった。もちろんこれも食らったら終わりだけど、まあ、一発は耐えられるよ。もう一発は、一発で終わった。
とは下がルカを選んでくれたらまだもう一旦は安心だけど。相手が攻撃してこなかった。さらガキにはワープできるわ。誰でもいいからとどめさせてくれ。勝負かけるときの前はこのフィーブは必須。じゃあとりあえずこれで土勢を倒して砦で入ります。王家の剣があった。王家の剣、これはもちろんアルムにしか使いこなせません。
そしてマチルダを救出。これだけです。グレーベとの再会の場面はありません。これはもう今分断して撃破するよりもまとまって一箇所に来たところを一人一人を撃破していた方がいい。敵のキャラが多すぎる。やっぱり突撃を選ぶか。
じゃあ竜の盾を持ってるからその程度の攻撃は効きませんで。欲しい時にとどめを刺すくせに、とどめ刺して欲しい時にとどめを刺さないという、そういう命中率の運命なのかな。ずらしないでもらいたいというほどこちら側は育っておりますが、一応2回攻撃はする。
アルムに攻撃が集中してくれればレベル違うわ、4章でのイベントクラッシュエンジンの時の底上げにつながる。まあここの中じゃな、やっぱりクレービが一番弱く見られるんだろうか。これでゴールドナイトにクラッシュチェンジできる。さて、ねえ、来るよな。3体だけどボーナイトなんだよな。別にボーナイトだからって、飛距離が5だからな。あら、パラディンだった。結局は、ちなみにアーローってのはこんな技です。
あんだけ放っといて一発たりとも当たらなかったという。攻撃力はめちゃくちゃ高いですけどね。でこの森の祠が ガーゴイルの住処です。さっき言ってたあれですね。まあいくらガーゴイルの住処っつっても任せておけば安心。
で、これがさっきの村の助けてほしいと言っていた人の子供です。クリフ・ケンジャー。どうもありがとうございました。いるからあとはこっちだけ。聖なる槍を手に入れた。聖なる槍、まあ正直ファルコンナイトに言い渡したところで全く意味はないありません。だからフォルス、じゃとりあえずここで終わりたいと思います。まあ、あとは水門とそこのボーナイトを倒してアルム軍の3章は終わりになります。それでは失礼します。